皆さんこんにちは、エンビです。今回はですね、サブノーティカがアップデート来ましたので、それをご紹介したいと思います。でもう見えてますが、こちらが巨大水槽ですね。大型水槽で、大型の部屋、はい、他にも追加されているので見ていきましょう。あと大部屋の仕切りですね。で、大部屋の仕切りドア、はい、これはもうビローゼロからですね、追加されたものになります。あとビローゼロからシステムが追加されて、このピン止めですね、もうこれ最初からついてほしかったピン止めです。で、何が必要なのっていうのを教えてくれるやつですね。あと設定になるんですが、自動前進、自動的にずっと歩いてくれるのが追加されました。これすごい楽になったあとは様々なバグの修正が来ました。バグは結構ね、あったと思うんですが、今回は省かせてもらいますで、これが何が嬉しいかっていうと、全プラットフォームで追加されたってことですね。 PC 版だけじゃなく、プレステ4版もですね、はい、追加されてます。これは嬉しい仕様ですよね、ほんと。まあ、サブノーテかビローゼロをやったことある人だったらわかると思うんですが、すごい建築が楽しくなってきますね。一番ちょっと残念に思うのは、サイクロプスの、基地がないってことですね。サイクロプスを入れる倉庫みたいな、基地みたいなのは建設ができないってところですかね。それ専用のね、基地があればすごい嬉しかったんですが、残念ながら、アップデートで追加されることを期待してたんですが、なかったです。ちなみにこの僕の基地なんですが、基地の紹介、軽くしましょう。ここ寝室ですね。見え見え寝室となってます。よいしょ。で、水槽なんか置いたりして、ここが寒暖室ですね。はい。で、こちら大部屋に行くと、水槽でペットが泳いでますね。で、こちらが、スキャナールームですね。こちらがムーンプールですね。で、2階に行くと、2階は何もありません。ただ水槽があるだけですね。完全に眺めるところですね、ここは。眺めるところなんですが。これ2つ重ねるとちゃんと2段になります。嬉しい仕様ですね、これはね。で、全体を見渡すと、こんな感じになりますね。これは簡単に作った拠点なんですけども、ちなみに、チーム版ではですね、今までサブノーティカはクラウドに対応していなかったんですが、今回からクラウドに対応するようになりましたんで、また新たに始めてみてはいかがでしょうか。今回はここで終了します。それでは皆さん、ではでは。